たまたまうちの娘が日生で働かせてもらっているんですが、今日と明日の2日間で16人で能登のボランティアに。ありがとうございます。私もいろいろ話を聞いていて、社会に対する目が非常にまっすぐだってことを強く感じることがあります。今日の夜から雨が降るっていうこともあって、長靴やカッパがないその大学生たちのためにも私もかき集めて準備を手伝いましたけれど、自分もそこへ行って何か役に立ちたい、この思いは非常にやっぱり強いなっていうふうに思いますし、またそれが若い人たちが自分自身で困った時に助けてっていう声を出せる大人になってもらえればなっていうふうに思うので、まっすぐに青年は社会に関心を持って勉強したがってるなってことを強く感じますので、ぜひ私たちもどんどん若い人に声をかけたいなっていうふうに思いました。以上です。